ここまでです。アリア、剣を引け。隊長、へえ、切るときは隊長直々ってやつ。えらい聖騎士さんに切られるって、あたいも。ソミア、切るんならさっさと。演習にしてはやりすぎじゃないか。は？隊長。まあ多少怪我人は出たけど仕方ないか。次からはもっとうまくやるとするか。あんた、この値を見逃そうっての？見逃すも何も演習だったんだろ。あんた本当にアマちゃんだね。そんなことしてあたいが恩に感じるとでも？別に恩を着てるつもりはないさ。へえ、そう。ただ前の言葉もあるしな。前？何が必要なのかはわからないけどな。ま、そのうち答えは聞かせてもらうよ。というわけで演習は終了。行くぞ。はいです。ちょっと待ちなよ。まだ何か用が終わりですの？ふん、あんたにじゃないけどね。本当に値を逃がす気？言ってるだろ、演習だったって。後悔しても知らないよ。もう一度兵をまとめてあんたらを。そんなことできるわけないじゃないか。なんでそんなことわかんのさ、まだ兵なら。基地柄は気にして落とされたら元も子もないだろ。それは今の地位が好きなんだろ。じゃあさっさと戻るんだな。ふん、お前たち戻るよ。隊長、本当によろしいんですか？何が？ソミヤさんを見逃したことです。変に情けをかけたら。別に情なんてかけてないよ。基地を守る奴がいなくなる、それだけだよ。本当ですね。アリア。はい。やきもち焼くな。キューロ軍壊滅の方はすぐさまウロ軍、サロ軍のもとにももたらされた。これにより両軍は栗からジブラより撤退を開始する。それに合わせるようにしてルシエラ軍もまたその退路を断つべくボルボレード駐留部隊を展開させたのだった。ひるむな！敵の数決して多くはない！ユシス様。なんだ、キャロウェイ。左翼が出過ぎています。わかった。でね、グローに伝えて交代させろ！はっ！何か？いや、少しな。あいつには飯でもおごらねばな。あいつ？気にするな。それより、ジュシス様、左翼よりの伝令が書状を。書状？読みなさい。は、我交代するを望まず、ただ前進して結露を開くのみ。以上です。クロウ、早まったか。このままでは左翼が孤立してしまいます。損害が大きくなるか。やむを得んな。本隊を交代させる。わかりました。全軍に通達。これより本隊は交代しつつ左右に展開します。は？分断されたと見せかけて敵を引き込み、左翼、右翼、両軍とともにこれを攻撃する。は？急ぎなさい。キャラウェイ。はい。俺は左翼の救援に向かう。間に合えばいいのです。間に合わせるさ。
周囲に合わせる顔がなくなる。ご分。なあ、あとは任せた。行くぞ。バカな、また伏兵だぞ。バウンド様。ひるむな。しんがりとなられたダイダロス殿の行為、無駄にしてはならん。はっ。しかし奴ら、一体どれだけの伏兵を。これで最後だよ。貴様、女。十面埋伏の刑、気に入ってもらえた？十面埋伏。一兵たりとも逃がすわけにはいかないからね。お前こそくな。あとは君たちだけだよ。どうする？降伏してくれると楽なんだけど。ふざけるな。このバウンド、たとえ死しても貴様のような小娘になど。そう。な。ジュディ様、斬敵を相当しろ。ただし降伏する者は殺すな。はっ。なんかやってられませんわ。なぜ私が歩かないといけませんの？ごちゃごちゃ言わずにさっさと歩く。高い。山なんだから高くて当たり前でしょうが。あー、キツネさんです。ティア、離れちゃダメだからね。キツネさん、キツネさん。こら、離れるんじゃない。だってじゃない。たくあんたって子は。もうやだ、歩きたくない。座るな。なんで？いいじゃん、ちょっとくらい休憩しても。あんたが決めることじゃないでしょうが。隊長、休憩。隊長、このまま歩き続けたってペース落ちるだけだし、休んだ方がマシじゃないか。だからって何もこんなところで。せめて登り切ってからにした方がいいと思いますが。却下。はい。もう座っちゃったし。はいはい、わかりました。たく、アリアって元気だよね。あんだけがなってんのに。鈍感だから何も感じないだけですわ。ほんと、バカはお得ですわ。あんたたち、なんか言った？空耳ですわ。隊長さん。ん？誰か来ます。ただの旅人だろ。ほっとけ。なんで目の前で倒れるんだろうと思って。タイミング良すぎますね。我慢してたんじゃないの？峠越えるまで放っといたらいいんじゃありませんこと。なんで？かわいそうです。だって怪しいでしょ。うずくまったまま何も言わないし。そうですわ、追いはぎかもしれませんわ。でもでも、違ったらどうすんの？このまま見殺しだよ。助けた方がいいと思います。さすが隊長。いいんですか？すごく怪しいんですが。一日一膳。わかりました。大丈夫か？どうかしたんですか？持病のリウマチが。ああ。さあ、行こうか。
ちょっと待って、いかんとって。だってリュウマチって今の嘘嘘、ほんまは腱鞘炎。腱鞘炎？花粉症？適当に病名並べてない？あんた。そんなことない。ほんまにお腹痛いねん。ほんとでしょうね。めちゃくちゃ怪しいですわ。とにかくほんまにお腹が痛いんです。お願いです、助けてください。どうします、隊長？そんなの助けてあげるに決まってんじゃんか、ね隊長。まあどっかの村まで送るくらいなら。あ、別にそこまでしてくれんでも。あんな、この近くに薬草が生えてるさかいに、それ取ってきてくれたらええし。薬草ね。で、どこにあるの？すぐそこ、あの森の中や。え？あ、でも武器は全部置いてってな。なんで？あんな、その薬草を妖精さんが守ってんねん。妖精さんがいるんですか？うん、やから武器持ってったら負けてくれへんかもしらんしな。武器は置いてって。行きましょうか、隊長。あ、見捨てんとって。妖精さんを見に行かないんですか？罠に決まってるでしょうが、そんなの。ちょっと行ってみるか、俺も見たいし。妖精をですか？いや、結末。あ、それとちゃう、もう一個奥。あれか？そうそう、その木の近くに生えてるから。木の近くね。ちゃんとみんなで行ってな。はいはい。何？あまり固まるのはどうかと。だってあの木って言ってるし。罠が仕掛けてあったらどうすんですか？その時はその時。ねえ、この木でいいの？さあさあ、みんな集まるまで待っとってな。その木の下におったら出てくるから。ほんとですか？ほんまほんま、そやからはよ行き。ほら、そこの二人も。へーい。大長、これでいいのか？メガネのお姉ちゃん、ちょい右。ここですの？そこそこ。ほな、隊長さん、そこに大きい石があるやんな。これ？それそれ、それへ抜けて。わかった。あ。しまった。だから言ったじゃないですか、隊長。どうすんですか、これ。ああ、どうしよう。隊長、楽しんでるね。かかるか、普通。まあ、うちの演技力にかかればこんなもんや。っていうか、あの子が引っ掛けたのは初めて。いでっ！うるさい！そんなん今言わんでもええやろ？いや、事実関係はしっかりと認識を。しょうもないこと言わんと。あよこいつら縛り上げて帰るで。そんなものありませんわ。あんたらほんまに軍隊なん？まあ一応。
ほな普通馬くらい持ってるやんか。約1名疎まれてますから。俺とお前たちは一心同体じゃないか。絶対嫌です。チワ喧嘩しないな。チワ喧嘩じゃない。怒鳴るんでもええやんか。たっくん、何なのよあんたは。うち？うちの名はルナール、この団の棟梁。団？山賊でしょ。山賊とちゃうで。うちらは義族や。義族。義族？そや、うちらはこの辺を通る輸送隊を襲って村の人らに食料を分けてあげてんねん。そうなの？そやから、その辺の山賊と一緒にせんといてな。ほら、おとなしゅうしとってや。ちょっと、あたしたちをどうするつもりよ。どうって、別にどうもせえへんよ。まあ、本隊が来るまでは。本隊？そや、あんたらの本隊、それが来るまではここにいといてな。まあ、その後は逃がしたるし。じゃあ、一生牢屋暮らしだな。そうだね。まあ、それまではゆっくりしとき。牢屋破らんかったら好きにしとったらええし。ほな、うちはこれで。隊長、どうすんの？早く衛星に行かないと。どうやって？それは…まあ、待つしかないだろ。待つんですか？うん、本体よな。強い男を探しているんですよ。うん。どうしてですか？どないしてって、結婚するために決まってるやんか。結婚？うん。悪党にさらわれたうちを、その人が命がけで助けに来てくれんねん。そして二人は熱い抱擁を。悪党はあったでしょうが。なんか言うた？別に。それで山賊を？まあ、慈善活動のついでやけどな。いつかきっとうちより強い人が現れて、うちのことを。でもさ、ルナールより強い人だったら逆に捕まっちゃうんじゃないの？え？ま、市中引き回しの上、打ち首獄門ですわね。そこからうちのことを助け出してくれるんやんか。姉御、何やってるんですか？ん？どないしたん、慌てて。慌ててって、なんで姉御が牢に入ってるんですか？なんでって、お話ししたいやん。わけのわからないこと言ってないで、早く出てください。ほな、また明日な。うん、バイバイ。ったく大変だな。おい！何驚いてんの？いきなり話しかけるな！何もそんなに怒らなくても。お前ら、もうちょっと捕虜としての自覚をだな。だって、捕まえた本人があれじゃないか。まあ。よくあれで族の棟梁になれたな。あ？まあ、2代目だからな。あの人は先代の娘さんだよ。あ、そうなの。それであんなんなんだ。別にいいんだよ、あれで。俺らは好きであの人についてるんだからな。ねえねえ、隊長。ん？私、お風呂入りたい。はあ？だって、もう3日も入ってないんだよ。そういえばそうですわね。このままでは私の美しい美貌に傷がついてしまいますわ。ディアも入りたいです。あのね、あんたたち、よく聞きなさいよ。
何ですの？どこに捕虜を風呂に入れてくれる山賊がいるんだ？ここにいるかもしれませんわ。なんだって？常識にとらわれて何かする前に投げ出すなんて頭がお堅いですわ。ほんと嫌になっちゃいますわ。ああ、今言ったのはこの口か？ああ痛いですわ。もう一遍言ってみろ。もう一遍。隊長、アリアが壊れた。ほっとけよ。あんたも大変だな。いい子なんだけどね。予想外のことが起こると対処できなくなって壊れる。そんなんで軍人なんてできるのかね。軍人なんて誰にだってできるよ。隊長さん。なんだ？お風呂はどうなるんですか？風呂？まあ一人ずつなら別に出してやってもいいが。本当ですか？ああ、でも一人ずつだぞ。ありがとうございます。じゃあそこの隊長さんからだな。風呂はここをまっすぐ行って右だ。わかった、ありがとう。結構いいじゃないか。刑罰や。え？あんたはくすぐり地獄の刑、わかった？それだけはご勘弁を。うるさい、はよ連れて行き。あ、姉子。とにかくあんたにはちゃんと責任取ってもらうからな。責任？うちと結婚し。はい。そやからあんたはうちと結婚すんの。なんで裸見ただけで。そんなんしゃあないやろ。うちが決めてたんやから。決めてたって。結婚する人以外には裸見せへんって決めてたんや。あんたが見た以上結婚すなしゃあないやろ。なんか不満なん？タタタタって、うちかて嫌なんやからな。あんたみたいなんと結婚すんの。じゃあ別にしなくても。そやから。あれごなんや、今立て込んで。村が、ふもとの村が襲われています。あれご村や、村行ってくる。ああ。おい、何か村に。村が焼き打ちされてんのか。ああ。じゃあまっすぐ村に行かない方がいいよ。罠が仕掛けてあるかもしれないし。罠？伏兵。伏兵？多分お前たちを呼び出すために村に火をつけたんだろうし。だから行くんなら村の反対側へ回り込んだ方がいいと思うよ。それじゃ間に合わない。縄切ってくれない？ルナールは俺たちが追いかけるから。